まこなこです。キングダムラッシュ1作目、この右上ゾンビ系の最後のマップやっていきましょう。なんか剣置いてある人販売してるのか、それともこれが切りかかってくれるのかね。骸骨とかも吊るされている。マップとしてはどこら辺だろうな。ここ兵舎、もう一個ここ兵舎かな。わかんないね。だがここのような気がする。あと真ん中だよね。真ん中どう抑えるか。最後これか。ここ電撃、ここも電撃、魔法、魔法両にらみ行きたいけど、まあこんな感じで行きましょう。まあ序盤は問題なくと思いたいけど、そっちが来るか。いやちょっと待ってよ、それないわそれないわ。使いましょうか。なんとか防げそうな気もしないでもないいやーこの後ろが想定外だったな。となると1個2個3個かな。ちょっとこれはやり直しましょう。ここここここでいいと思う。深いこと考えず、ここと魔法行きたい気はするけど、ここだと微妙に届かないんでね。さっきどこから来たかな。これ誰か助けてってやってるけど、今手が出たね。あーバランスよくいきましょう。これでこのゾンビだよね、気づかなかったの。早めにやっとくかな。全然だね。なんでこれ手前がやってくんないかな。あーまあなんとか倒した。あーなるほど。最初雷これ上優先でやっとくべきだったかな。で下は直近に関しては隕石だけでよかったような気がする。真ん中抜かれてる。うん、ちょっともう一回やり直しましょう。なるほどね。弊社、どこかでまあ、最後砦を作りたいので、ちょっともう一回だな。ここ弊社、ここ弊社で、ここも弊社。ここを今やるかどうか。後ろ側鍛えるという手もあるしで、少なくともこの状況までは持ってきましょう。ここ魔法で様子見。でここ来たら隕石使う。右下、右下というか真下か。今はっ使っていきましょう。まずここはなんとかなった。次は電撃の数増やす。もう一本電撃の数を増やした方がいいと思う。
うん、これは完全に知ってるか知ってないかの問題になってるね。ポイントたまらんか。ようやくたまった。次ゾンビアボミネーションが来るのでそこは注意。また当然下の方も早めにやっとかなきゃいけないんで、どのタイミングでやるか。先に隕石行ってもよかったかも。これ下隕石また行くか、それとも上は任せられるので下は自らで。で隕石使っときましょう。うん、今のところなんとかなってる。なんか戻らないと。下は耐えきれないぞこの状態だと。で、そうこうしてたら上も耐えきれてない。アボミネーションなんとかしないとダメなんだけど。うん、うわー、これ下の方が厳しいんだよね、どう考えても。あ、違う違う、そっち側じゃない。後ろはなんとかなりそう。なんとかしのいだね。早くあれを倒さないと。うん、これ使わざるを得ないか、それともとのんびりとやってても。ああ、またカエルにすりやつけるのか。いや、使っときましょう。もうこれ隕石どっか他もいい具合に落下することになって、これのためだけに何かをやらないとダメだと思うんだけど。これだけは絶対倒さないと。倒せそう。あー、なんとかなった。これもうちょっと前出しましょうか。下の方が厳しいんでね。もう一個来てるね。あれ、どっかのタイミングで重なったところで隕石落としたいけれども、ダメだ、隕石間に合ってない。今行けば美味しい。ここ倒しきった。あー、ワープできてるね。ドンピシャのタイミングで。さて、まだかまだか。あと下もまた雷まで持っていければ多分一服となると思うんだけど。だからこの後ボス当然出てくるから、ボスに向けた対応も考えておかないと。上とか大丈夫だと思うんだけどね。念のため傭兵置いてきましょう。あと、まっすぐ来るのが怖い。337まで様子見。
よし。使っとくかな。いい感じに向こうの方、入り口近く右側落下したんで。まあここまで来ればね、問題はないと思うので、あとはこの後どうするか。魔法と鍛えてゴーレム呼ぶか、それともあの空飛ぶ敵さえ来なければそこまで辛くはならないと思うので、まっすぐやってくるね。使っていきましょうか。もしくは後ろ側を育てるんじゃなくてこの前の方を育てるか。育てるとしたら魔法になるのかな。これがあるの、こういうのが。そこかポイントとなるのは。うん、なんとかなんとか。ダメか。まあ1体だけだからいいでしょう。ゾンビスケルトン。さてこれでよしとして、また、あーなるほどね、この敵ね。どうするかな、1箇所に溜めて使ってしまいたい。溶岩が有効に働いてるかは分からないけれども、働いてることを願って。右が一人孤軍奮闘。ここら辺溶岩一気に落とせれば面白いんだけど。そして後ろ抜かれそう。後ろ優先か、さすがに溶岩は。まだかまだか、なぜこんな時間かかる。ようやく。うん、次に間に合ってない。次は二段構えの敵だから急がんと。これ一体倒すのにも時間かかってるんでね。まああれはもう行かせてもいいでしょう。これら辺、あー嘘、一体失敗したぞ。自らは戻る。うん、次は多分またあの空飛ぶカエルにする敵がやってくるから、あれだよね、一番辛いの。
ゴーレムを先に鍛えましょうと思ったけど、その前に足止め部隊、上は隕石、ああもうやってきた敵、まあでもちょうどいい流れ玉、どっか当たること願って。全然当たってないね。ゴーレムようやく、多分上が厳しいと思うので上にやっときましょう。このハットどうやって倒せっつうんだろうな。上ルートで、まあここに何か魔法かな、強いの置いときましょう。魔法には確か耐性あるから本来は良くないんだろうけど、でこれはもう行かれてもいいので諦めましょう。行かれたとしたらまだ可能性あるか、倒せる、倒した、倒したは良いが、アボミネーションを止める術がない。下はこの一体なんとかなる、上が厳しくなる。今使えれば、今隕石使えればダメか、遅かった。倒しきってくんないか、この下の、倒せそうな気配はある。倒したね、うん。さらになんか上の方来てくれてるんで、倒せない、よし倒した、なんとか間に合ってるのは大きい。細かくもう見る余裕はないけれども、また来てるね。ここいいんじゃない、2体分当たらんか、まあ多少なりともがっつりと削れた。15分の9、そこまで大きなヘマすることなく、ここも魔法だな、ここ魔法で、ここら辺にゴーレムやって、でゴーレムそれぞれ一つの列に一体は置くかのように持ってけそうな気がする。うん、この敵が来ないだけでも気分楽になるんでね。次弾放ったら傭兵を置く。どうするかな、ここ、まあ、ゴーレムのために取っときましょうか。でもゴーレムここに届かないと意味ないんでね、この辺りとなると、ここは強いウィザードの方、このビーム放つ方、それをやっといて、でこの辺りまた作る際にゴーレムこの辺り置く、でここ下から来るゾンビにも対応が可能。そこら辺狙いましょう。今ボーナスタイムだね、比較的気分が楽。次この辺り隕石、
あとはなんとかなるでしょう。忘れる前にこっち側行っときましょうか。次はライガンか。うん、この上の方をちゃんとフォローできてるから助かる。上は少し厳しいか、抜かれそうな気配もあるけど、今のところでも隕石使うほどでもないんでね。これでここ守り完璧になったな。全部のルートゴーレム1体ずつ配置できてるんで。そうなるとゴーレムの後ろから斧を投げるということも考えたいんだけれども、そこまで育てる余裕はちょっとないかな。また前の方ガンガン育てていきましょう。次また空飛ぶ敵やってくるか。しかも団体さんだね。うん、必殺でまずこのルートで来るんであればと思ったけど、今はそこまで育てる余裕がない。これも必殺早くに来るんであればいけるんじゃない。サクッとサクッと消してくんない。でこの方向先に隕石を落としておく。うん、空の敵来てるね。自らで足止めになってるから。あっと危ない。受けてるダメージが大きかった。また隕石使えるようになったら使いましょう。ちょっとこれ倒せてないな、全然よくないぞ。隕石をどっちに使うか、まだまだうろちょろするから、うん、大丈夫だった。この辺り隕石落としたいけども、いやー間に合わないか。次も出てきてるんで、このタイミングで落としましょう。さて続いてこの辺り、ここは砲兵にやって電撃で早めに敵を削るというのも一つの選択肢としてありそう。まあでも全部魔法でいいでしょう。もうもしくは弓で狙撃系を狙っていくか。必殺やっておいて、まあ面倒なんで魔法で何も考えずに。まだ15分の13。
この辺に足止め用にゴーレム1体呼んでも面白かったかも、今の状況見ると。あとあれか、敵のボスがどういうルートで来るかわからないから、これ20体結構な数来るぞ。で、変なところから抜かれてる。こんなところで使うとは思いもしなかったけど、なんで今抜かれたかな、ちょっと見えてなかったぞ。あ、自分墓に入ってる。あ、それでも、うん、戻りましょうか。最後も魔法鍛えておきます。こうなると今度ここ攻撃やってくれないね。うん、ゴーレムすらカエルに変えてしまう。だが落とすか。最後のボスどう来るか、投げ物に変えるかどうかも、うーん、今やるかだよね。よし、これで次最後早く倒してもらいたい。でハット系も来るから、この敵ね、この敵もやってくる。行きましょう。どう来る。あー、ひと投げで倒されたね。1800、今5しかダメージ与えてないんだけど、魔法だと普通にダメージを与えてるように見える。ダメージ狙ってってもらいたい。うん、魔法でなんか一気にいけそうだな。うわー、これあれか、動けなくなるやつか、周囲は。だがこれぐらいであればと言いたいけど、どうなんだどうなんだ。これはこれはまっすぐ来る。いや、攻撃力足らんぞこの方向。まあそれでも隕石、隕石、ゴーレム経験回復、レシピ回復か。いや、何魔法やってんの、何やってんのというか、何もやってないというか。倒しきった。あれ、なんかなんかあっさりだな。無事クリアで、右上は多分これで終わりのはずで、今現在全部終わってるように見えますが、これがまだハードでクリアしてないんですよね。これを最後クリアできるかものすごく難しいので。だから以前やってた時はこの一つ足らない状況でやってたので、もう全部溜め切った段階で勝てるかどうか、これ次回最後やっていきたいと思いますので、続き興味ありましたらまた次回ご覧ください。ではでは。